宿地を作る。宿地というのはビスや釘を使わず木と木を組み合わせる方法です。今回は墨付けをしたいと思います。では前回材を切るところまでやったんで、はい、まあ、今回はこれの墨付けをしていこうと思います。で、まずこれが、まあ、当然長い方が対になって短い方も対になるという形なんで、はい、これは、このサイズですね、内寸の線をまず両方ともに入れます。ではどっから線引いてもいいんですけど、はい、大体もこの短いのからやると思います、はい、でこれ見てもらったら1番2番3番って書いてあるじゃないですか、はい、こう、1,2,3 とこうつながっていく形ですよね、はい、なので方向を合わせてこう置きます、はい、これ間違えへんようにしてもらって、で肩金で締めます、はい、端っこは閉めてくださいね。墨付けは内側にするんですよね。内側、あ、いや、これ内寸の線を引きたいわけで、はい、ですよね、はい、だから、引くときに、まあ、ちょっとこれ一旦取りましょうか。ここの線が欲しいわけじゃないですか、はい、でこう重ねて引いてしまうと結構距離がある、はい、で、まあ、誤差出やすい、なるほど、なければない、はい、だからこうしておいて短いところで引いておいてばらして一周巻くというふうにしてもらった方が綺麗ですね、はい、正確に行きやすい、誤差が出やすいってことですね。普段ね、最近やった毛がきゲージを使ってね、はい、やってるんですけど、これ今手加工で切ったじゃないですか、長さをのこぎりで切りますよね。そうです、はい、ここはさすがにね、まっすぐとは いかないわけですよ、なるほど、完璧な、なので今回毛が切れ使えないと、はい、これトータル100なんです。出来上がりの外寸が100っていうことですね。でそれに1ミリ1ミリ足してから100にですね、はい、で板厚が10なんで1ミリで足してるっていうことは、はい、11と91でしょうか。そうですね、計算早いですね。いや、計算早いというかね、私も迷いながらです、今合ってるんかしらと思いながら内寸が190ね、これを直角定規で引きます。はい、これちっちゃいのあると便利ですね、やりやすいです、はい、別に大きいのもできもちろんできるんですけど、このサイズあるといやそれ便利ですよ、はい、はい、いきます。でこれで内寸の線が引けました、はい、で今引いた線だけではダメなんですよ、はい、これオスを上から見た図ですよね、はい、なんですけど今引いた線ってこのここから11のところ、この線、まあ、10ですけど1ミリ足してますから11の線と、そこから内寸80足した91を引いたんですけど、この線いるわけですよ、ここの線、はい、これもう一緒に引いておかないと、これずれたらまたこの長さも変わってきますからね。そうですね、なんでそこの線引かないといけないんですけど、はい、だから3ミリだけども1ミリの余裕を取ってあるから4ということですね。ですね。で、はい、この 3.5、3.5 になってますけど、はい、今回もその中心取ってやるんじゃなくて、はい、この距離取っていく上の距離と取って斜め線引くんで、はい、必要なのは、まあ、4、これ3プラス1の4だけです。はい、では4ですね。はい、1、2、3、4と向こうから何本ですか。98でしょうかね。98ですね。98、素晴らしい。いやいや、98で、これでまた線を入れます。はい、何か押していきましたが気にしません。でこれバラしました、はい、まあこれで逆にしても、まあ、サイズ一緒なのでこれで OK です、はい、じゃあこれを巻きます。でこれ直角定規で巻くんですけど、はい、さっきの短いの届かない。そうですね、仕方ないので大きいの使います。はい、これ実はこれよりちょっと大きいサイズあるんですけどね中間のやつありますね。そうなると便利、あれ持ってるんですけど、やっぱそれすごい便利ですよ。便利ですよね、あれ。はい、便利です。あれよう使いますけどね。そういうのがあれば、はい、まあ、道具どんどん増えてきますけどね。そうですね、増えていきます。でもあれは持ってて便利ですよ。
いいですよね。はい。その今の使ってはるやつだとね、こう爪で大きくて重たくて安定はするんですけどね、ちっちゃい部材だとちょっとそうやりにくい場所が出てくるんですよね。はい、普通のなんか家具とか作る分にはそんな困らないですけど、はい、これで3面引きまして、はい、まあ残りのこっちも引いておきます。いらないんです、加工上全くいらない線、はい、なんですけど、まあ後で消すっていうことですね。あ、まあ、カンナかけるから消えますけどね、はい、あの一周回したに合ってるかどうか確認するよやと思ってもらったらいいです、はい、うん、じゃあこれ残りも同じように一周ね巻いておいてください。はい、じゃあこうやって、はい、一周2本ずつのね、そうですね、巻きました。はい、じゃあ次は長手の方をやります。はい、で次長手ですね、はい、これも方向を合わせてまとめて引きます。はい、まあ、同じですね、はい、端からこれがまあトータル280、外寸が280でしたね、なのでプラス2ミリしてあって282と、はい、なので端からまず引かなあかんのは内寸でいうと11 と、271、はい、なんですけど4ミリの線、あ、先ほど取ってた線ですね、はい、それもいるということで、本来でいうと1回で全部点を打つんですけど、はい、さっきは説明用に説明したんで、はい、で4から取るということですね。4から取るんですけど、はい、奥か何もでしょうね、な今岡さん計算してくれてるはずです。4と11と271ですね、277ですね、あ、8か、9? あ、8?278じゃないですか。8ですね。278ですね。ちょっと線がずれたんで。そうですね。ちょっと今怪しかったですけど。すいません。271と278ですね。そうですね。じゃあこれを直角上下で引いておくと。はい。結構大変ですよね。そうですね。やっぱりあの毛描きゲージは使えると便利ですけれどね。そうですね。楽ですよね。同じ線、はい、全く同じ線引くのが何の苦労もなくいけますからね。回し物のようですけど。はい。はい。で、これで、さっきは一瞬巻いたじゃないですか。はい。バラして。で、今回はちょっとやり方変えます。この、長手同士は内寸これで合ってる。はい。一緒に引いたんでね、合ってるんですけど、この4ミリって対になる やつと合ってないとダメなんですよ。あ、だからこれ3番と3番、ね、3番と3番、はい、これ合わせて、はい、11のラインを合わせたときにちゃんと4が合ってるかどうか。なるほど、まあ、これちょっと見てもらったら合ってますよね、はい、はい、だからこれやったらいいんですけど、こうじゃなかったら、合ってなかったら引き直してほしいんです。なるほど、まあ、これ引き直すのは今回やったらもうこの長手にします。これなんでかというと、短手はもう巻いたから、はい、もう一回この一周巻き直すのめんどくさいですよね。はい、そうですね。なんで、3の長手の方を消してやるんですけど、もうあれやったらこの11にのラインに合わせて、あ、なるほど、ここ先ほどのように旗金で止めて、こっちの移す、はい、短手のを移すっていうふうにしてもらってもいいです。はい、でこれ今3番、まあ、これ確認できましたよね、はい、これで次もこっちも見るんですけど、これの時に3番を使ったらダメなわけです。そうですね、そことそこは別に対応するところではないからということですね。ここはこの収集ないところから収集ないところどうして見て、はい、ってことですね。そうすると一刻バラバラにならへんのかと思わはると思うんですね、うん、これ、はい、保存の長さ変わってくるんですけど、はい、この内寸自体は最初の11 と、こっちやったら270、あ、こっちやったら271、はい、こっちやったら11 と、81かな、はい、のサイズは91かな、あ、9じゃないですね、9、はい、怪しいですね。で、箱の形としてはもうこれで合ってて、はい、保存の長さが一個一個、この1箇所とこの1箇所がみんな同じでなかったらあかんということではないんで、ここが例えば7ミリで、ここが、あ、この保存の長さですね、はい、7ミリでこっちが 6.7 とか 6.、まあ、7.2 とかであっても別に構わないです。この対応するもの同士の保存の長さが合っていればそれで OK です。はい、ではそのようにして、まあ、
対応するものが合ってるかどうかを確認して、この長手の方一周線を巻いておいてください。はい、はい、でまたこの図が出てきました、はい、さっきはオスの方で、これが内側から上を内側から見た図やったんですか、はい、で今長手の方やってるのは、メスの方なんで、この部分、これ小口に線がいる形になりますよね、はい、小口にここが小口の内側の面ですよね、内側から7mmのところの線を入れます、はい、では、こっちが内側なんで内側、こっちが内側ですね、内側から 7mm、 でも今回は経過切れ字を使ってやろうと思います、はい、で経過切れ字を、ね、まあ、7mm の線入れたら、これは数字の書いてないところなんで、こいつですね、はい、これのここで合うかどうか確認をすると、でこの時ずれてたらもう一回小口線引き直して合うところまでやってください。で、今この欅使ってるから引き直すのも、まあ、消しゴムで消してもう一回引けばいいんですけど、欅ない場合って、まあ、毛引きで線引くんですけど、毛引きやと一回引いたら傷になるんで後から引き直せないですよね、はい、その場合はいらない木、まあ、ちょっと今何もないですけど、まあ、これ例えばいらん木やったら、いらん木に線、毛引きで入れてみて、で合うかどうかを合わせてみて、合えば本番行くというふうにしてもらったらいいかと思います。はい、で線を小口だけじゃなくて、こちらの小刃の方にも線を入れておきます。はい、で今長手の方にこう引きましたけど、これと同じ線が短手の方にも必要になります。はい、今度小口の方ですね。と横の小刃と。で今これで小口小刃3面ですね、引けたんですけど、はい、これと同じ線が短手の方、オスの方ですね、はい、これにも入れます。これも引いたらちゃんと一応向こうのやつ合ってるかどうかの確認ですね、もうしておいてください。この今こっちかこうかこうやって合ってるかどうかの確認をしておいてください。はい、で今ここのこっちもそうですし、こっちもこっち入ったら、はい、ここ四角わかりますかね、この四角一番外側の四角ここですね、はい、これがここなくなる分の四角ですね、はい、この線入りました。じゃ次はこの45度分見えへんか、はい、ここね、実際にはこう斜めですからね、はい、そこのところ、ここ線いきます、はい、では、この小刃ですね、はい、線引きます。内から外に向かって45度と、で必ずこの留め将棋のつま手ですね、この段ついてる分を内側に、はい、基準面側に当てます。見えないですけどね、僕今ちょっとこう当てて引くと、はい、まあ、これもね、白が切れるときは一発いかなかったので、そうですね、引き直せませんからね、はい、自信なかったらもうこうやってシャーペンで引いといて、さらに別に、まあ、その白が切ってもらってもいいです、はい、ではこれ残りの部材も45度線入れたんで、はい、次は蟻の割り付けですね、はい、これはまあいつもやったら、いつもとかまあ一番最初に各社に説明したときやったら真ん中に、細の真ん中に線引いてそこから割り付けたんですけど、今回は違うじゃないですか、はい、その数値をまあもう一回確認して線を引きたいと思います、はい、はい、この数値ですね、まあ、この下が7、8、12、8、7という数値なんで、はい、まあ、これは基準面から考えると最初があのその木の一番端っこの部分から45度ですね、これが4ミリ、はい、なんで最初の点が4のところに取るということですよね。あ、違います、ごめんなさい、最初のとこは線、線点じゃないですね。あ、なるほど、そこには線が入る。あ、そうですね、ここと小口、まあ、このオスの方でいうと、はい、この面と小口も入れますね、小口も、はい、で次から点、点、はい、こっちのオスの方、まあ、オスの方でいうとここの部分ですね、はい、上から11のところが、ところこっちも11やからややこしいですけど11、はい、でそこから8足したら19、12足したら31、8足したら39、
ね、46は問題止めなんで、こっちに線、はい、線が入ると、はい、これは下側ですね、だから今、はい、で上側は、こちらから4のところはもう引いてるじゃないですか、まあ、線引いてるってことで、はい、次9、5足した9、はい、で12足したら21、はい、で8足したら29、はい、12足したら41で、46はもう引いてる、はい、はい、まあ、こういう感じになります。はい、では線引いていきますね、はい、まず最初は45度の分効果ですね。これはこの面と小口、外側はいらないですね、外側は加工しませんからね、はい、直径4ミリですね、はい、まあ、とりあえずこれ1個だけ引きましたけど、はい、次なのもう1個引いておきますけど、効果全部引いてくださいね、全部とかの8箇所もう皆さんが作業されるときには一気にね、1つずつやってもらったらいいと思いますけど、全く見えませんでしたね、すいません、今ちょっとちょっと引きちょっと動画上ね、あれですよね、はい、はい、まあ、こんな感じです、はい、ではこれでここから点を打っていくんですけど、はい、こっちの線とこっちの線と両方とも点いるじゃないですか、はい、そうですね、でこれを交互にこうやって、まあ、取ってってもいいんですけど、はい、数値がまあややこしくなりやすいんで、うん、もう先にこっちを引いてから次こっちのラインに引くという、まあ、やり方でやろうと思います、まあ、これは別に好きなやり方でやってもらったらいいです、はい、まあ、これは線上にまず11ですね、11でもう点でいいです、はい、こちらは長手の方、メスの方ですね、はい、これこっちが内なんで、この内側にさっきの11ミリをこういう感じで打ちます、はい、次19ですね、はい、こっちも引きます、はい、31です、はい、はい、はい、で次が39ですね、はい、線多いですね、たくさん引いていきますね、これ。最後、最後というか、まあ、このライン上の最後ですね。はい。46。これはまた最初の4と同じようにということですね。そうですね。ここは止めの部分。止めの部分。なので、こんだけいると。ちょっとここ見にくいかもしれませんけれども、立ててしまうと。映るかどうかちょっとドキドキしますね。まあやることは分かっていただけると思うんで、まあ、はい、なるべくあ、そうです、ね、無理かな。あ、無理かな。ここら辺だろうか。皆さんはね、やりやすい体勢でやっていただいたら、そうですそうです。かなとか。やりにくい。今は動画上ちょっとね、はい、入りきるように、はい。これでオス側の方は内側に、はい、メス側の方は小口に。まあ、印が入りましたね。じゃあ次はこの2本目というかところですね、はい、ここに線を入れます。で9ですね、はい、最初の4は引いてますからね、引いてるので、はい、9のところに点を、ではこちらも同じように、次が21ですね、はい、なんか数字計算、今回は別にこれでいいんですけど、計算間違いしてへんかどうかとか見ておいてください。次は29です。はい。次が41ですね。はい。これでアリの点は終わりですね。終わりです。はい。はい、長手側ですね、はい、ではこれで全部点を打ちました、はい、で、これケアケース使ってやりましたけど、これもケミキでやってもらったらいいんですけど、ほぼ中に入るから見えないんですけど、この根元のところだけは内側に入ると見えてしまうんで、はい、まあ、線まで、なるほど、この線までギリギリそこで収めるということですね、はい、にしておいてもらったらいいです、はい、じゃあここからアリの線、斜めですね。これでできます。はい。では線引いていきますね。はい。ここの点と
点を結ぶっていう感じですね。そうですね、はい、定規使った方がよっぽど楽ですよね。あの自由スコヤを、自由スコヤですね。で外までですね、外までですね、はい、こんな感じで、はい、残りの点と点も全部結んでいくわけですね。そうそう、ここ正確じゃないとね、向こうと同じ点を打ってったとしても、ね、合ってこないですからね。はい、ちょっと動かしてしまうんですいません、光の具合で見にくいという。あ、はい、こんな感じで、はい、まあ、このハの字がどんどんできていくわけですね。そうです、ここでこの方向、オスの方向はこのハの字じゃなかったら、なんや、おかしいぞ、なんかおかしい、ね、そう、そこでちょっと気づくポイントですね。次、はい、メス側ですね、はい、メス側は小口に攻めいくと。で、こちらがうちですね、はい、ハの方、ハの字の方向を間違わへんようにしていただいて、結構ね、皆さん間違うんですよ。そうするとまた最初から線引き直しですし、そうですね、まあ、線引く段階やったらまだいいですけど、加工してしまってから気づくってこともね、それは大変です。もうぜひとも墨付けの段階で、いやでもね、やったことないと、あ、そうですね、私も最初そうです、違和感がないんですよね、その、うん、それでいいかどうか、なんとなく刃の形になってるし、こうなるのは、見慣れてくると、あの、ちょっと、そうそう、あ、なんか違うなって思うんですけどね、現物があるかどうかも、そう、ありますよね、それもありますね、サンプルの現物があればそれ見ながらできるけど、うん、普通はないですからね。そうですよね。だから、まあ、今回も箱作ってますけど、まあ、あの前の宿地編を見て一旦ね、なんか練習してからじゃないと、練習して1個できたらね、それをサンプルに作ってもらったらいいかと、ね、はい、これで、これでオスの方もメスの方もアリの線は入りました、はい、ただまだこれだけでダメなんですよね。オスの方は小口にまっすぐの線、こちらメスの方は内側にまっすぐの線がいるんで、それを引きます、こちらオスの方ですね、小口に線を、ここの分をまっすぐに伸ばす感じですね。これ入れとかないと、切るノコギリを入れる時の線ですね、これは。そうですね、目安の、目安というか、で今ちょっと方向を変えて、方向を変えて一見見にくくなってしまいますが、合ってますか？はい、はい、はいって言いましたけど、ここだけちょっとずれてますね。ちょっともう一回引き直しということですね。そうですね、はい、その本当にちょっと点を、あ、点というかそのシャーペンの芯を置く位置でね、なかなかぴったしにするのは難しいところですけども、うん、ちょっと見にくいんでね、はい、いけてますかね、いけてますね、はい、はい、で次メスの方ですね、はい、こっちは内側に、これ内側に引く感じですよね。あれ、こっちの方が引きやすいとか、これはすいません、さっきこう点引いた時こう別にあれですね、ケヤキゲージでまっすぐ引いといたことですね。あ、そうですね、今思えば。そうですね、普段あの、そうですね、いつもやらへんもんで、これは。はい、いつもはね、割、いつもというか、割とあの、自由上で、ね、中心で取ってね、はい、取ってすることが多いから、後からこう伸ばさなきゃいけませんけど、そうですね、ちょっと考えが足りません。同じ点でしたね。はい。では、これ全部、線が入りました。はい。結構ね、大変。そうですね、まあ、細かい数字を追っていったり、ね、線の数もいろいろね出てきますので、ね、一個一個合ってるかどうか、一箇所一箇所なんでね、はい、これ全部みんな同じなくてもいいんで、はい、必ず一個ずつ合う場所というか組むところですね、そうです、はい、合ってるかどうかの確認は必ずしておいてください、はい、はい、でまあヒータンこんな感じで線が入ってますね、はい、じゃあ今回墨付けは終わったんでここまで、はい、では先生、次回は、次回はこれの加工していきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。